はい、それでは前回は、言葉をかけないで、待ってればおやつがやってくるっていうトレーニングをしましたね。今回は、言葉を2つ使います。1つはワンちゃんの名前、もう1つはよしという言葉。この2つを使って、餌で釣るからご褒美に餌が変わっていくっていう一例をちょっとお目にかけたいと思います。まず教えたい行動は、名前を呼ばれたらワンちゃんが人の顔を見る、この基本的なアイコンタクトですね。ワンちゃんの目線と自分の目線の間におやつを提示する。この直線にこういうおやつを見せる。名前を呼ぶ。ダイナ、よし、あげる。まあ、実際はおやつを見ようと思ってるんですが、目線はこっち来てますよね。これが第一ステップ。第二ステップは、そのおやつをワンちゃんの見ている前で手の中に隠す。で、ここにおやつが入ってるって、まあ分かってるでしょうね。で、同じことをやります。ダイナ、よし、あげる。おやつをあげる前に、よしという言葉をかけるのも大事ですね。第3ステップ。おやつを持ったふりをする。でも、ちょっと騙されてますよね、これでね。ダイナ、よし、ご褒美をあげる。わかりますかね。ここが、おやつが餌で釣るからご褒美に変わるちょうど過渡期のところなんですが、おやつを持ったふりをして、で、名前を呼ぶ、今までと同じ行動。ダイナ、よし、いい行動をとったからご褒美をあげる。ダイナ、よし、持ってないけどあげる。持ってないけどあげるっていうのを一つのキーワード覚えておいてくださいね。で、次が4ステップですか。4ステップはもうちょっとやっちゃったんですが、明らかにこう餌を持ってるふりじゃなくて手を握ってるこの格好で名前を呼ぶ。ダイナ、よし、あげる。簡単なステップでしょ。スモールステップって言ってね、ちょっとずつちょっとずつ段階を上げていくっていうテクニックです。次は5ステップか。今度はもう餌持ってない手をなんとなくふわっと見せる。ダイナ、よし。もうこの辺で大体人の顔を見てますよね。どっちかっていうと手に餌は持ってないことは分かっているので、よしっていう口の動きを待ってる感じになってきますね。あとダイナって名前呼ばれた時の聞こうとする感じ、これ、なんとなく見ててお分かりになると思うんですが、次のステップ、第5ステップは、おやつをなんとなくふわっと持ってるじゃなくて明らかに持ってませんっていうことを見せちゃう。ダイナ、よし、おやつ。このよしが大切ですからね。で、第6ステップ、もう顔に近づけるというよりは両手とも餌を持ってませんということをワンちゃんにアピールしておきます。で、この状態で名前を呼ぶ。ダイナ、よし、持ってないけどあげる。はい、これがまあご褒美になってますよね、ほとんど。で、ワンちゃんの顔をよく見ててほしいんですが、私が言葉を発した瞬間にワンちゃんが人の手を見るのをちょっとご覧ください。ダイナ、よし、の手を見てますよね。で、このぐらいワンちゃんというのは人間の手にものすごく注目をしています。常に意識しています。なぜならおやつをもらえるっていうのはほとんど9割方手からしかもらえないからですね。普通手術でやったりとか置いてる餌を食べさせるとかって、まあ、テクニックもないことはないですが、ほとんども手でやりますよね。で、それを、さらに言うと右手だけじゃなくて利き手以外の手でやるっていうことも大事ですね。ダイナ、よし、あげる。さあ、ここで大事なことが1点ありまして、新米トレーナー、よくイルカとかアシカのショーの新米さんもそうらしいんですが、おやつをいい行動を取ったらすぐあげよう、あげようと思ってすぐさまあげるぞっていう気合で、もう餌箱に手を突っ込んだまま、この餌を早く、見えないか、
この餌を早くやろう早くやろうってこうやってもう餌突っ込みながら、ダイナちゃんダイナちゃんこっち見てこっち見て、ダイナちゃんダイナちゃんこっち見て、いい行動を取ったらおやつあげるから、ダイナちゃんこっち見てこっち見て見やしない、当たり前ですね、ここに餌持ってるんですからね、っていう感じで、手を、見せるというのは、あのもう餌持ってませんと、持ってない 手だけど餌がもらえるとしたらこの手からしかもらえないんだから、手に餌を持ってない以上他にどうすればおやつをもらえるか考えなさいっていう意味でわざと手を出すっていうのが最後のステップ6かなんかで大事なところなんですよね。これを、手を隠してこうやってやってこうやって、私じゃ餌じゃなくてこっちを見なさい、餌じゃなくてこっちを見なさい、こっちこっち餌じゃない餌じゃないってやればやるほど餌を見ちゃう。これ気をつけてください。はい、というわけで今回のステップは名前を呼ぶっていうのもコマンドの一つなので、今の練習をやったことを忘れずにこのぐらい名前というのを大事に使いましょう。それと、よしという言葉は専門用語でブリッジというんですが、こっちを見るいい行動 と、ご褒美のおやつがもらえるっていう2つの、つなぐ橋渡しの役目っていう意味でブリッジっていうんですよね。ことはまた後からもうちょっと細かいことがあるのでご説明しますが、今回言葉を2つ使いました。それでは次回またいつかすぐに更新ができるか分かりませんが、またいつかお会いしましょう。